テレ東。興味深いサイエンスニュースをお届けする橋本ディレクターの理系通信です、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、今回はですね、はい、東芝が世界初を歌うですね、うん、ある特殊なリチウムイオン電池を、取材してきましたので、はい、それについて詳しくお伝えします。はい、東芝は11月19日、燃えにくい次世代のリチウムイオン電池を開発したと発表しました。内部の電解液に不燃性の水溶液を使うことで、これまでの課題だった燃えやすさを克服し、安全性を高めたということですが、これ難しくて分かりません。はい、今回東芝が開発したのは、水系リチウムイオン電池という電池でして、はい、この名の通りですね、中に水が入っていると。いうことでして、はい、そもそもですね、リチウムイオン電池は中に電解液という液体が入っておりまして、はい、従来はその電解液に燃えやすい有機溶媒というのを使っていたんですけれども、うん、今回はそれを水に変えたということで燃えにくい電池が出来上がったということのようなんですね、はい、リチウムイオン電池というとスマホや電気自動車などで広く普及していますが、たまに火が出たとか爆発したっていうニュースありますよね。そうですね、例えば最近の話で言うと、はい、リチウムイオン電池が入っている、モバイルバッテリーとか加熱式タバコとかですね、それをそのままゴミに出しちゃって、うん、はい、でゴミ収集車が丸焦げになった、なんていうニュースをですね、聞いたことがある人いると思います。うんうんうん、で、その他の話題でいうと、電池が燃えるという話で話題になっているのが、はい、韓国の電池メーカーなんですね、うん、韓国には LG 化学とサムスン SDI と SK イノベーションという、はい、大きな、電池メーカーが3つありまして、で、電気自動車向けのリチウムイオン電池で今もシェアを急拡大して、うん、飛ぶ鳥を落とす勢いでして、特に LG 化学はもうパナソニックを抜いて世界トップレベルというふうになってるんですけれども、一方でこうネガティブなニュースもですね、出ています。そのネガティブなニュースというと、LG 化学の電池を積んだゼネラルモーターズとヒュンダイ自動車、サムスン SDI の電池を搭載したフォードと一部電気自動車で発火事故が相次いでいて、リコールにまで発展しているというニュースですね。はい、そうですね。これらの発火事故はですね、まだですね、電池が原因だったというふうに特定はできてない、はい、ということなんで、ただですね、仮に電池が原因だとなると、これ巨額の賠償金を払う羽目になるとかもしれないということなので、電池メーカーに緊張が走っている状況ということなんですね、というように、リチウムイオン電池には火が出るというリスクがある中で、はい、東芝が燃えにくいリチウムイオン電池を作ったというのは、これ注目に値しますよね。で、東芝は世界初を歌っているということなんですけれども、水系リチウムイオン電池を作ったのが世界で初めてということなんですか？正確に言うとですね、これ実用レベルの水系電池は世界初という意味でして、水系リチウムイオン電池自体は、昔からあるもので、研究室レベルではすでにですね、作られているということなんですけれども、そしてですね、たびたびですね、驚くような性質を持つこの水系電池っていうのが報告されておりまして、例えばこの映像をですね、ご覧ください。これはですね、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが開発した水系リチウムイオン電池です、はい、こちら火をつけてますけれども、燃え広がらないと。で、くるくる扇風機みたいなのが回ってるということは、まだこの電池はちゃんと動いてるということなんですね。正確に作動しているということで、これに関してはさすが水系電池という感じで、火が消えると自己沈下するという性質ですね。そしてお次、こちらもさっきと同じ水系のですね、リチウムイオン電池です、はい、確かに回りました、はい、羽根車が回っていて電池として作動しているんですけれども、はい、よく見てください。もう曲げられると、曲げても回ったままですね。フレキシブルなこれ電池と。そしてその後、切る、切っても問題なしと。そしてこの後水につけても全く問題なしというような電池ですね。これすごいですね、はい、これも水系リチウムイオン電池です。はあ、驚きました。そうですね、これ夢が広がる話なんですけれども、ただですね、この大きな課題がありまして、それは寿命です。このジョンズ・ホプキンス大学のですね、水系電池は充電放電というサイクルをですね、これ120回ぐらいしかできない。120回って少ないですね。そうですね、例えばスマホ、あなたのスマホ120回しか充電できませんよって言われたらちょっと嫌ですよね、はい、というように、水系リチウムイオン電池はですね、一般にこの、寿命がですね、課題なんですけれども、そうした中、東芝は、ここが世界初のポイントなんですけれども、繰り返し2000回以上の充放電が可能であることを確認したと。
10倍以上ですね。そうですね、はい、こちらのグラフを見てください、はい、横軸が充放電の回数を表していて、うん、縦軸がですね放電容量といって、まあ、電池からどれだけマックス電気を取り出せるかという量を表しています、はい、これ見て分かる通り2000回充放電を繰り返してもその放電容量ほぼ変わらずと、はあ、まあ、劣化してないということをこれ確認したということなんですね、はいはい、でそしてもう一つ、うん、世界初なのはですねこれ氷点下でも作動するという点でして、うん、これ中に水が入ってるんで普通は氷点下だと凍って電池として作動しないんですけれども、はい、この東芝の電池はですねマイナス30度でも作動することを確認したと、すごい、はい、いうことで、まあ、つまり、東芝によりますとですね、長寿命性能と低温での充放電性能を備えた水系リチウムイオン電池は世界初と、はい、いうことですね。すごい、はい、で世界初。そうですね。でちなみにあの電圧は 2.4V ということで、うん、これ乾電池の2倍程度ということで、うん、まあ、その点でも実用性を高めているということなんですね。気になるのがそのジョンズ・ホプキンス大学の、はい、あのすごい電池でもネックだった寿命を、うん、ね、東芝はなぜそんなに伸ばせたんですか。そうですね、はい、あのその長寿命 の、うん、あの秘訣についてですね何なのかということについてはこちらをご覧ください、はい、うん、水の電気分解を防ぐために、固体電解質の板を使ったということになります。余計な反応を、減らしたということです、はい、まあ、これつまりどういうことかというとですね、うん、水系電池は中に水が入っているのでこれ電圧が大きくなると水の電気分解、うん、はい、まあ、中学生でも学ぶ水の電気分解という反応が起きてしまって、はい、負極側にですね大量の水素が発生してこれが問題だったんですよね。で今回は固体電解質というものを活用して、うん、水素の発生を防いだというのがこれポイントです、うん、この図を見てください、はい、はい、こちら、上側が正極プラス極で下側が負極マイナス極、そして真ん中にセパレーターというものがあるという電池の構造を表しています。このセパレーターはですね電解液を、まあ、プラス側マイナス側の部屋に分けて、まあ、混ざらないようにしていると、はい、つまりこれ液体は通さないんですけれどもリチウムイオンなど特定のイオンは通すという、まあ、役割があるというのがこれセパレーターというものです。でこれ普通のセパレーターだとですね、はい、上のですね正極側で発生する H プラスと書かれた水素イオンをですね、はい、このようにスルッと負極側にこう通しちゃうんですよね、うん、そして化学反応が起きて水素イオンが水素ガスになっちゃうと、これが今までのやつ、はい、で今回セパレーターにですね固体電解質というものを使用して水素イオンを通さなくしたと、うん、負極側に通さなくしたと、で結果的に、水素ガスを発生することを抑えることができたというところが一つ大きなポイントだった。この燃えにくくて寿命の長い電池はどういった用途で活躍するんでしょう、はい、そうですね、あの東芝はですね太陽光などあの再生可能エネルギーを貯める低地用蓄電池としての用途を見込んでいます。あの普通のリチウムイオン電池だとですねあの大規模なシステムを組もうとするとあの消防法上の危険物にの該当しちゃうということで、はい、例えばですね住宅から10メートル離さないきゃいけないですよとかあの設置場所のこれ制約があるんですよね、はい、ただ今回の燃えにくい電池はこれ消防法の危険物に該当しないということなので、うん、まあ、これまで設置できなかったところ狭いところとか地下とかにも置けると見込んでるということで、うん、こう用途が広がるんじゃないかということ でもう一つですねこれマイナス30度でもこれ大丈夫なので例えば北海道の野外でも置けるということでそういうのもメリットになってくるということですね。それだけ画期的だと、うん、コストもかなりかかるんじゃないですか。そうなん、はい、私もそう思ったんですけども、はい、あの東芝はですねコストも低くなるというふうに言っておりまして、本当ですか、まあ、そうですね、うん、なんで低くなるのかということについて、聞いてきました、はい、まあ、今リチウムイオン二次電池は、まあ、原子力発電所ではないですが非常に多分安全性のところにこれ以上今後多分さらにコストをかける必要性があると思っているんですが我々の電池は多分そういったコストを多分かける必要がないであろうとかあとはそのセルの材料自体もですね割と安い材料に変えられていく外装管とかにおきましては従来アルミニウムのやつをレーザー溶接とかガッチガチにそういうことをしなくてはいけないんですがその外装管とかをもっと簡略化するとか、まあ、そういったプロセス上のコストも削減できるというふうに考えているのでそういった意味で部材そのものもそうですがトータルとしてシステムとして低コストにつながっていくんじゃないのかというふうに期待しています。電池そのものがこう劇的に安くなるとかっていう話ではないようなんですけれども、うん、電池自体が安全なのであの安全対策とかですね、はい、追加に、する必要がないということでトータルとしてシステムとして低コストになるだろうと
というふうに言っておりました。これ、うん、電気自動車には使えないんですか？そうですね、やっぱり一番気になる、私も気になったところなんですけれども、うん、はい、あの電気自動車はですね、やっぱりコンパクトなところに大容量の電池を積まなきゃいけないということで、うん、高いエネルギー密度が求められるということで、これ残念ながら今の技術では水系電池ではそこには対応できないと、うん、まあ、まだ技術革新が必要ということです。で東芝はですね、2030年までにまずは低地用電池としての、うん、実用化を目指すと、しているということで、うん、ちなみになんですけど、燃えない次世代電池というと全固体電池というのは、まあ、世界中の研究所で、研究がですね盛んに行うと、はい、いうことはまあ聞いたことあると思うんですけれども、じゃあですね、これ全固体電池と水系電池、うん、比べて水系電池どこがいいのかということも聞いてみました、はい、東芝の研究者はですね、全固体電池に比べて大電流性能に優れて、そして簡便な製造プロセスで電池を作ることができる可能性があるというふうにコメントしておりました。ああ、じゃあ量産するには適してるんじゃないかということですね。はい、言っておりました。まあ、本当に電池の世界って奥が深くていろんな電池が出てきてますけれども、そうですね、前は、リチウム空気電池って紹介しましたけど、空気電池しましたね、いろいろともう世界中でいろんなアイデアを凝らして、はい、開発が進められているという状況ですね。どんな次世代電池が本命になるんでしょうね。そうですね、注目です。はい、はい、今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。